寒いよなんだこれだから今日あ日までおいや大さん大丈夫明日まで明日まで我慢あ日明日はもう上がる今日まで今日までああもう我慢できない大もう太田さん多分12月まで寒いと思わなくて大丈夫うんこ臭くて切られんのとかもう当に嫌だいたろううんこ臭くて切られちゃった人え何それ 知らない知らないよ何うんこくさくて切られたあ、事件があったの昨日かなトイレ臭くてトイレが臭くて旦那さんですよ旦那さんが終わった後奥さんにこんな臭いトイレ入れないっつって息子を入れようとしたんだけどこんな息子がトイレできないっつってあの包丁で切りつけたってえ、嘘息子が父親をってこと違う違う、奥さんに奥さんに奥さんが切りつけた奥さんが旦那をうん 臭いっつって。そうだよ。え意味わかんない。いや、意味はわかるでしょ。いや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 、だからまあ、その理由はそうだと聞いても、その理由で旦那を切りかかるってのはすごいね。殺す気はなかったっつって。そんなんで殺されちゃったらたまんないよ。どんだけ臭かったのかっていうか、まあまあ、それだけじゃないんですよ。あったんだろうけどね、それはそれと。 まあ、みんな日本中の旦那さんは、うん、ちょっとひやっとしたりひやっとするでしょそんなのだって、うん、ねえ昔だからそういうのあったよねなんか豆腐をどっちが買いに行くで<ー>夫婦喧嘩になって、ねまあ、ほんとさねなことがきっかけだったりしますけど、ね、そういうのまああるけどね、うん、すげえなああトイレ臭いを初めて聞いたな、ね、そういうのが続いて離婚の原因になりましてぐらいだったらまださ分かるけどさああ切<る>切っちゃった。 <laughs> <前><や>人生で人を切るんって。さうんこしてんだっっ <laughs> いやいや <laughs> まあわかんない、それは、俺もさ、10年後、20年後、絶対ないと、まあそれはどんな人でも言えないけれども、人生でまあ人を切るなんてことは想像もまあ普通の人はできない,ない侍ぐらいでしょうねね。ねねその理由がさ、例えばさ、ねなんかすごい恨みを買った、ねひどい侮辱を、屈辱を受けたとかったんだけど、トイレが臭かったっ,って、切るっうのはちょっと。 考えらんないね。どうしてくんだろうね、あの夫婦はこれから。そうだね。うん。この付はなかったっつったって旦那はもう、無理可哀想ですよ、ね、息子は可哀想だし。うそうだ、息子は可哀想だよね。その、臭いのにも入れられて。<笑><笑>いやいや、それは臭いのはしょうがないと思うんだよね。えー、しょうがないしさ。うん、いや、それは嫌だろうよ。それはよくあるよ。どの家でも。お父さんの。 臭い。もう本当トイレお父さんの後嫌だったら。んなんであれお父さんの後臭いのかね。臭いんでしょう、やっぱり。胃が、なんかそれ酒、<laughs> 酒飲んで、なんかいろいろ、そうか。胃腸がこう、のれて次の日の朝のうんこはね、臭いとか、まあ、それはまあ、あるでいや、でもだからといって、じゃあお母さんは臭くないのかっつったら、お母さんってありえますからね、そんなの別に。ただよくあるのはお父さんがそうやって、立場上言われるんですよ。多分お父さんのうんこ お母さんの方が臭いんですか本当は。いや、本当は知らないけども、俺は、親父の方が臭かった記憶は確かにある。ただ、うちの親父は地だったんで、ボラギノール何個の匂いがなんとなく残ってそのイメージがすげえ俺はある。親父の悪い。じゃないそう。だけど、なんかそれが嫌だったの。俺は子供の時みたいに。その、なんつうの、薬の匂いがちょっと。嫌だった。なんか嫌だった。文句言っいや、文句は言わないよ、別に。そんな、言わないけど、 親父入ったんだなってわかるわけよそのちょっと前にねまあそうねだけどそれはもう当たり前のことだからといって別に文句言ったこともないし喧嘩したこともないよそんなことでそういう仕方ない仕方ないいや臭いんだってなんか窓を開けたとかはあるかもしれないけどそのそこで <laughs> もう本当にどういう感じかくてなうんこもできないようちおちそりゃそうだよ、うん、でも一緒に住めないよねもう一番言ってみればさ、うん、うんこしてる時なんて、うん、リラックスしたい常にこう聞きそう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 そそう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  すごいよ、うん、もうばでま窓開けてさ終わったらシューってスプレーしてとかさ消臭力をそう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 いうのやるしかないでしょもうそんなんなっちゃったら。